ます。今日は11月27日、時間が今朝の7時でございます。これから、東京にちょっと遊びに行こうかなと思います。東京好きなんですよね。せっかく東京行きますんで、この子らのお店も行ってこようかななんて思っております。ではね、これから新潟駅に向かいたいと思います。グリーン車に乗って東京に行ってきます。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京に到着いたします。都立寺尾2号店の前におります。ここがね、モンチッチのオフィシャルショップということで、ようやくたどり着きました。ということで、中見ていきたいと思います。というわけで、ホテル、無事にチェックインしてましたけれども、今回泊まったホテルというのがベイサイドホテルアジュール竹芝、なんで2回行ったかわかんないんだけど、私がここを選んだ理由っていうのが、オーシャンビューであることを、部屋から見える景色もかなり良くてね、持ってきた機材で、タイムラプスを、撮り始めたところであります。ではお部屋紹介しますね。こんな感じで、シングルの部屋でございますね。今、ちょっとチェックインしたばかりなんで、この辺、投げっぱなしですけどね。で、こっちから見ても、それなり、いつも泊まる、ビジホとそんなに変わらないのかな、なんて思いますけれども。でですね、このカーテンを、こんにちは、と開けると、今もう、このように、タイムラプス撮影しております。で、こちらはですね、レインボーブリッジが見えるんですね、これ。ね、レインボーブリッジですよ、これ。で、こっちに来るとフジテレビなんかも見えますね。ロマンチストな私にとっては、夢のようなホテルじゃないかなと思います。今日の旅行なんですけれども、旅行というほどの旅行でもないな。行ったのが浅草、都立寺尾ね。浅草行った目的というのが、この子のね、ちょっと連れ合いを、ちょっと買ってあげたいなと。この子が結構寂しそうな感じだったんで、今回、購入してきました。じゃあそれを紹介したいと思います。じゃん。こちらでございます。でまずですね、大体、この都立寺尾っていうところで買うと、こういう、モンチッチの、なんでしょうね、写真集みたいなのが絶対付属してきます。おしゃれな感じの、写真集になっておりますが、これは、私、あんまり言いません。ごめんなさい。で、メインの方なんですけれども、じゃーん、こちらでございます。いい年こいて、変態かと。いうような感じもありますけれども、やはりですね、2人いた方が、しっくりくるんじゃないかなーなんて思ってね、買っちゃいました。いい加減ちょっと袋から出せやという話なんで、とりあえず開けますね。開けるというか、袋を被ってるだけなんで、ね。はい、こんにちは。かわいそうにこんなものまで、つけられてしまいまして、だいぶ頭にぶっ刺さっておりますので、ちょっとかわいそうなんでこの辺は早急に排除したいと思います。これね、この辺もね、この辺のタグもちゃんと取ってあげますよ。まあかわいかわいっていう話でね、まあこれでまたね、楽しく動画やっていければなぁなんて思っております。皆さんよろしくお願いします。